皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は筋成長を最大化させる最新トレーニング理論ということで、2024年5月に発表された最新研究を使って筋トレの最新トレーニング理論について深掘りをしていきます。この研究ではそのトレーニング法を実践することによって 40% 以上の大幅な筋肥大率が確認されましたので、実際の論文の内容、そして普段の筋トレに落とし込めるような応用方法について詳細に解説をしていきます。それでは行きましょう。2024年5月にノルド大学から一時的な失敗を超える抵抗トレーニングの効果という論文が発表されました。対象は筋トレ未経験者23名で、この23名を片足ずつ2つのグループに分けます。一つはスミスマシンを使用した立った状態のカーフレーズを限界まで行うグループ。もう一つはスミスマシンを使用したカーフレーズを限界まで行った後に、その後同様の環境で LLP、つまりロングレングスパーシャルのトレーニングを追加するグループです。ロングレングスパーシャルというのは、カーフレーズで言うと、ふくらはぎの筋肉が伸びている範囲だけでトレーニングを追加したというわけです。実験の期間は10週間で、トレーニング回数は週に2回、そして10週間後の腓腹筋内側頭の筋肉はどのくらい肥大するのかを超音波で検査をしたという研究です。この研究のグッドなポイントは、被験者を片足ずつで対象群に設定していますので、個人差という部分の影響はほとんど除去しています。どうしても人でグループ分けをすると、その人の個人差がかなり反映されてしまいますので、同一人物で群分けをした貴重な研究だと言います。なおかつ、スマート LD チェックリストというバイアスを評価するリストは、20分の19ポイントという高品質であり、研究の計画と仮説を事前登録しているプリレジストレーションを取っていますので、結果によって仮説を変更しない後付け仮説のリスクを除去したとても素晴らしい研究だと言います。ただし対象者が筋トレ未経験者23名とかなり限定された被験者であるという点と、参加者のドロップアウト率も30人中7人と多く、対象となった筋肉も腓腹筋内側頭のみですので、一般化するためには工夫がいる研究だと言います。ただ、研究デザインや方法論、データの透明性を見ると、かなり信頼性が高い研究だと言いますので、これは参考にはしやすい研究になります。そして、結果としては、実際の論文の図を出すと、こんな感じになっていまして。もちろん、どちらのグループも、腓腹筋内側頭の筋肥大は確認されましたが、限界までトレーニングをした後に、追加で LLP のトレーニングを行ったグループの肥大率というのは、対象群と比較し、プラス 43.3% の肥大率という結果で、つまり限界までトレーニングをした後に、追加で筋肉が伸長している範囲でトレーニングを行うことは、異常なまでの筋肥大率を可能にするということです。研究者曰く、長い筋肉長でのトレーニングによる機械的張力の増加、筋トレの相対積負荷の増加、筋肉の酸素欠乏と血中乳酸の増加、インスリン用成長因子の増加によって、これだけの筋肉の適応と肥大を可能にしたということが考察されています。なんとなく複雑に聞こえるかもしれませんが、要はより筋肉に強い刺激を加えることができたということです。ただしこれは一つの研究データに過ぎませんので、ドロップアウトの可能性がこれだけ高いこの方法というのを普段のトレーニングに落とし込むのは、筋トレの継続率の低下につながってしまいます。なので、ここからは、最新のデータと過去のデータを応用して、普段のトレーニングに落とし込めるような筋力トレーニングにデザインしていきます。明日からできる方法ですので、ぜひ参考にしてみてください。それではここからは、最新トレーニング理論を普段のトレーニングに落とし込む方法です。まずは、先ほどの研究データを簡潔に分解していくと、限界までのトレーニング、プラスドロップセット法、プラス筋肉を伸長させたトレーニングによって、リタイアする可能性は高いですが、筋肉を大幅に成長させることができます。特に問題は、限界までのトレーニングです。これは以前の放送でもお伝えしていますが、オールアウトしてしまうほどのトレーニングと筋肥大率の上昇は、関連性というのは否定されていますので、大前提として、限界まではトレーニングは追い込む必要はありません。あと、1、2回ほどの余力を残しても、確実に筋肉はでかくなりますので、この限界までのトレーニングというのは避けるようにしましょう。そして、ドロップセット法ですが、
この研究ではスーパーセット法と表現されていますが、ドロップセット法に限りなく近いトレーニング法だと言います。普段のトレーニングを終えた後にそのままの負荷を 20-25% 減らして、間髪を入れずに筋肉に負荷を与えるというトレーニング法です。2017年にはニューヨーク市立大学からドロップセット法の効果についてメタ分析が発表されまして、過去ドロップセット法に関して行われた21の観察研究からドロップセット法の効果に関して検証が行われています。論文の内容をまとめると、基本的にドロップセット法を行うことによって従来の筋力トレーニングよりも筋肉が増える傾向にあるということ、ただしその効果にはやはり個人差が大きいという結果で、特に筋トレ経験者に効果が認められやすいということでした。またこの筋肉が増える効果というのも、ドロップセット法によって筋タンパク質の合成率が変わるというよりも、ドロップセット法を従来のトレーニングに追加することによってトレーニングボリュームを増やせることが分かっていまして、ドロップセット法を行うことで重量、回数、セット数の総量であるトレーニングボリュームを増やせることから筋肥大率は上がりやすくなったということです。そして筋肉を伸長させた状態のトレーニングというのは、これ最近のトピックスで、国際大学ストレングス&コンディショニング協会の2023年の最優秀論文に認定されたこちらのソレント大学の研究においても、全可動域を動かすフルレンジのトレーニングよりも筋肉を伸長させた範囲で動かす LLB のトレーニングの方が筋肥大率、筋力、パワー、パフォーマンスが向上しやすいことが分かっています。つまり普段のトレーニングに応用するのであれば、限界までのトレーニングを省いたドロップセット法プラス LLP トレーニングの実践が有効だと言います。ドロップセット法に関しては、先ほどもお伝えしたように普段のトレーニングを終えた後に負荷を 20-25% 減らして間髪入れずに筋肉に負荷を与えるトレーニング法ですので、負荷の調整のしやすさを考慮するとマシントレーニングがおすすめになります。 LLP トレーニングは筋肉によって有効か否かが決まっていまして、短い収縮幅や短い筋肉張に関しては効果量は乏しくなります。例えば僧帽筋や前鋸筋、腹直筋が挙げられます。逆に効果量が高いのは長くて大きな筋肉や二関節筋ですので、大腿四頭筋やハムストリングス、上腕二頭筋や三頭筋、大胸筋なんかが挙げられます。上腕二頭筋で言えばプリチャーカール、大腿四頭筋で言えばシーデッドレッグエクステンション、大胸筋ではチェストフライマシンが有効です。普段の強度でトレーニングをした後にそのままピン一つで負荷量を減らして伸びている範囲でのトレーニングを追加することによって、肉体的、精神的な過度な負担を減らしながら先ほどのトレーニング法を応用することができます。特におすすめとしては上腕二頭筋と大胸筋です。上腕二頭筋は LLP を扱った研究では対象となりやすい筋肉であり、基本的にLLP トレーニングを使うことで筋肥大率が上昇するというデータは揃っていますので、 LLP の実践で最優先する筋肉は上腕二頭筋だと言います。大胸筋は最新研究で筋肉を伸ばすことで筋肥大率が向上したというデータがありますので、大胸筋は特にフライマシンがおすすめになります。ドロップセット法プラス LLP トレーニングで最先端理論を普段のトレーニングに応用してみてください。論文で解決チャンネル。それでは最後に本日のまとめです。本日は2024年5月に発表された最新研究から最先端の筋力トレーニング理論を解説しました。それが限界までのトレーニングプラスドロップセット法プラス LLP トレーニングです。限界までのトレーニングをした後に追加で筋肉の伸長を加えながらトレーニングをするという方法です。この理論によって通常の限界までのトレーニングと比較すると 43.3% の筋肥大率が確認されています。ただしこの研究はドロップアウトの可能性も高く、実際のトレーニングにそのまま応用するのは筋トレの継続率という部分から避ける必要があります。今現在の科学的なデータを踏まえた上で実際のトレーニングに応用するのであれば、限界までのトレーニングは行う必要がありません。1回から2回の余力を残した状態でのトレーニングでも同様の筋肥大率が科学的に確認されていますので、普段のトレーニングであればドロップセット法プラス LLP トレーニングによってこの研究データを有効活用することができます。マシントレーニングはドロップセット法が使いやすいですし、LLP トレーニングは
二関節筋や大きい筋肉ほど効果を発揮しますので、私のおすすめとしては上腕二頭筋のトレーニングであるプリチャーカールマシン、大胸筋のトレーニングであるチェストフライマシンがおすすめですので、ぜひ参考にしてみてください。研究データは深く読み解くことで実際のトレーニングに応用することができますので、この論文で解決チャンネルでは引き続き深く論文を紐解き、日常のトレーニングや生活をより豊かにする放送を続けていきますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では、現在期間限定で筋肉量をとことん増やすためのカロリー戦略、筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版、腹筋を割るための科学的戦略の5つの PDF コンテンツを無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。